スネフリード作品29は、ジャン・シベリウスが作曲した、メロドラマ、語り手、混声合唱と還元楽のための即興曲。ビクトル・リュード・ベリのテクストを下敷きに9 0 0年に完成された。初演は1900年10月20日、ロベルト・カヤヌスの式、ヘルシンキフィル・ハーモニック協会還元楽団の演奏で行われた。シベリウスは、 リュードベリの詩文をもとに1900年の秋に本作を作曲した。彼は後年こう述べている。スネフリードは3日間に及ぶ賑やかな宴会から帰ってた後席についてそのまま書き上げてしまった。元になっている筋書きは古いスカンディナビアのバラードに着想を得たものである。主人公の女が同郷人たち、特に2番手の役となる男性に対し、富、名誉。 喜びよりも高い目標である自由のために戦おうと呼びかける。シベリウスはリュードベリの複数の作品に触発され、読書曲や森の姓などを作曲している。彼はリュードベリが性愛と政治的思想の両方を表現した自由史を機に言っていた。英雄的要素はおそらく彼自身のあらゆる人と物のとの戦いに訴えたのだろう。シベリウスは 詩文の中からスネフリードが、もしあなたが私を選ぶのなら、あなたは嵐を選ぶことになると述べる歌所など、劇的な場面を選択している。すすりなく、弦楽器、うなる、管楽器、雷鳴のような打楽器を伴った、管弦楽による前奏曲は、夜の嵐を描写するが、戦慄的、火星的要素が支配している。初演は1900年10月20日。 ヘルシンキにおいてロベルト・カヤヌスの式、ヘルシンキフィルハーモニック教会還元楽団の演奏で行われた。楽団がパリへ演奏旅行へ出るための資金集めのための宝くじイベントでのことだった。パイベルティ神紙の無記名の評論には次のように書かれている。しかしながら、その夜中で最も輝かしい、買ったものはプログラムの最後の作品、シベリウスの最新作、 ビクトル・リュード・ベリのスネフリードの文言に付されたメロドラマであった。このシベリウスの一番新しい作品はあらゆる側面、暖かく、火星的な雰囲気、視覚芸術と合唱の器用の両面で明確な進歩を示している。作品は全体として作り出す暖かく心に染みる印象、そして成長さと霊感にあふれる様は本作をして、 疑いなくシベリウスの傑作の一つたらしめている。おそらく近く再演されることだろう。後にシベリウスは最後の楽章を異なるテクスト、ボルテル・キルピのアイレスティーズ・テイティールに基づき作曲している。この版は1902年4月9日に初演された。ありがとうございます。